どうもモコと申します。今回はですね、とある検証をしていきます。ポケットモンスターダイヤモンドパールおよびプラチナにおいての、まあ、軽い検証というか、まあ、僕が単純に疑問に思ったことをちょっと、解明していこうって話なんですけども、まあ、これ自体これもうネットとか見回しても俺以外疑問持ってる人おんのかなっていうレベルで、ほとんどの人がどうでもいいって思う話かもしれません。まあもう先に結論から言っちゃいますと、ポケモンダイヤモンドパールプラチナの地下通路におけるとあるアイテムが出るのか出ないのかっていう検証です。でそのアイテムの名前は、まん丸石って言うんですけども、このまん丸石ってアイテムどういうアイテムかというと、まあ、単純にそのピンプクに持たしてのそのラッキーに進化させるみたいな、まあ、そういった、感じの、まあ、ただの進化させる石なんです。このアイテム自体は、まあ、ぶっちゃけ大した、まあ、一応まあ珍しいんかわからんけど大したあれじゃない。問題はそこじゃなくて、そのアイテムが地下探掘で出るか出ないかっていう、これいろんな攻略サイトを調べて、もう2006年とかのゲームやからこれ なかなか情報出てこなかったけども、一生懸命調べた結果、これねとんでもないことが分かりました。これサイトによってまちまちなんですよ。情報がはっきりと出るって明記してるサイトもあれば、記載がないサイトもある。ただ中にはこの細かくこういうまん丸石ってこういうマス目で出現しますみたいなのをまとめてるウィキとかもあるんですよ。で、まあ、なんかこれだけ見ると、まあ、やっぱ何だかんだその出るんじゃないかなって思いながら、なんかネットの YouTube の動画、それこそもう14年前とかに上げてる動画から最近のその地下探掘やってる人のなんか生配信とか動画とか全部見て、これ出してる人おらんねん。これまん丸石を出してる人ほんまおらんねん。俺も昔上げた時に、まあ、なんか結構何時間かプレイはしたんだけど、結局そんなアイテム出てなくて、で一番珍しいのでそのミカルゲーに関係するその金目石っていう、これが一番珍しいって言われてるんだけど、まん丸石を出してる人はほんまおらんのよ。でサイトとか見ても情報がまちまちやから、これちょっと今回自分の手で、解明しようかなということで、やってきましたので、今回そちらをご覧ください。ちゅうわけでですね、地下の方にやってきました。もう懐かしすぎて涙出てくるんだけどって思ったけど、なんか結構俺なんか直近2年前ぐらいになんか1回やった記憶あるわ。ということでですね、右下のマップご注目いただきたいんですけど、なんか黄色いなんか星型みたいなのが点々としてるような、ここに宝が眠ってますよってことなんですよ。なのでそこまでまず行かなあかん。で結構その一ドムにその1日に出るこのなんか星の数みたいなの限られてるんで、今回ロムを複数用意してます。一応まん丸石が出なかった時のために、まあ、できればこのロムで終わりにしたいけどな。赤いこのセンサー何これ、これ何これ、あ何これ、変な穴ある。自分の基地とかあんねんけど、これ中古ロムやから全然知らんわ。あ自分の基地みたいなの作ってんねんこの人。へえ、出よ。壁が光ってるはずやねんな。あこうや、こうやってなんか探索するの忘れてた。怖い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 。このダウジングみたいなんでタップしていくよ。しこれでいくぞ。壁の中に大きな反応を4つ確認。これ4つあるってことです。つまりまん丸石をちょっとそれっぽいの見つけたらもう速攻でそれに行くんでね。あちょっと待って、これはこれ硬い石ですね。硬い石、硬い石がまず、あちょっと待って、なんかえこれクソレアなんじゃんこれ。あこれ多分サラサラ岩やな。あれや、日照りとかが長くなるやつ。うわ一応宝物、おあこれも硬い石か。宝物4つ見つけましたけど、紅玉、硬い石、湿った岩でしたわ。ヘリッパーとかも出せるやつや。これやってるだけでクソ楽しいねんけど、なんかいきなり激入れ。うわ左、ちょっと待って、右上にめちゃくちゃ、右上と真ん中にさ大きな反応があんねんけどさ、入れなくない？よく見たら繋がってないよね。これ一回出よっか、一回地上出るわ。 OK、 じゃあ今回このファイトエリアからバッグで改めてこの探検セット使っていこうかな。多分右上の地形に出ると思うこれ。うわこのファイトエリアに来るたんびになんかもう答え近くにしてもらったこと思い出すわ。この時代なんて今みたいに赤い糸でさ 5V 確定とかじゃなかったから、マックス3つの能力だけ遺伝で、その3つ遺伝すると限らないみたいな。で性格も体の意思も出してても 50% って、うわいっぱいあるいっぱいあるいっぱいある。おい何やねんこの変な、お前ゴミみたいな、おいゴミみたいなトラップし、いやしかも結構吹き飛んでんねんけど、ふざけんないでもらっていいこれ。
切れるで俺。なんでこのトラップとかあんの。トラップってなんか他人と通信してないから出ない。うわすげえすげえすげえ、今壁にめっちゃ反応あったわ。めっちゃあったやろ。これ全部もらうで。じゃあまずこっから行こうか。少し盛り上がってる。いやまん、え、しかもなんかい、あのあれや、岩とかない、すげえ探索しやすいやつや。こういうのはもうこうやってなんか、うわでも、ま、あの青い岩しかないね。この青いやつってこれ基本的にあんま取ってもしゃあないんですよね。あーこれ紅玉、あー全部取ったな、全部取ったけどでも微妙や。この青玉とか緑玉みたいなやつでなんかその地下におるおっさんと交換できんねんけど、アイテムのその交換できるアイテムもまあまあまあ大したもんちゃうっていう。なんか別にまん丸石じゃなくていいからさ、なんか雷の石とか攻めてきてほしいよね。あーこれ2つやからもうこの2つで確定やじゃん。まあ、こんな感じだよね。でもね探索はね、もう袋いっぱいでもどうでもええ。あれこの辺になんかもう一個なかったっけ。あるあるある、あ2箇所2箇所2箇所あるぞ。ここや、こことすぐ下飲ます。さあ3つの反応あります。いやちょっとでもこの岩が多いな。でこのハンマーで中の地層の一番硬いところカチンっていっちゃったらめちゃくちゃゲージが減るから、これ上のこのなんかひびのゲージがマックスになったらもうそれ以上続けられませんってことやからね。3つの反応しかない。なんかね4マスぐらいのちっちゃなハートの鱗とかもあんねんなこのゲーム。ハートの鱗とかも今ってさ、もう今ってかそんなアイテムないんだっけ。なんかこのポケモンがわざ思い出すためにハートの鱗が必要みたいな。あたすけ今ってもポケモンセンターでさ無料でやってもらえるやん、おっさんに何回でも。昔はハートの、おっと、えこれクソレアなやつじゃんこれ。えこれ何、これ激レアアイテム来た。これ何、これ水の石じゃん。これえこれ丸石か、これ。あ冷たい岩やったか。あちょっと待って見てください、これ多分これ水色のプレートです。この作品の核になるモンスターのアルセウスっていう、まあ、世界作った神みたいなやつがおんねんけど、そのアルセウスが作り出したプレートらしい。でそのアルセウス自体も各プレートの持たしたプレートのタイプに変わるっていう能力を持っているので、なんかつながってるのよな、そういうなんかポケモンの世界がな。あすげえすげえ、こっち側の壁にもいっぱいある。ちょっと見てみようか。うわーもうでもなんか見つからんでええわ、もう丸い石とか。これやっとるだけで楽しいもん。ほら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 、あ青い玉これはいらん。ちょっと細かいところはこのピッケルの方で入れておこうか。水色か、いやいらんな。あえこれ今の何、今の何、今の何やったっけ。元気のかけらとかちゃうか、それか星のかけらみたいな。なんか売れるアイテムや多分。うわ大きな反応2つ確認。でもちょっとずつなんかレアなアイテム出てき始めたな。ちょっとこういう、あ、これ多分元気のかけらや。これ元気のかけらやろ、これ。微妙に出にくい。元気のかけら。うわ、出ねえなー。なんかでももっとさ、お前秘密の琥珀とかも出んねんだよ、こっから。ああちょっと待って、これクソレアなやつやろ、多分。これでも多分ね、まん丸石じゃねえ。月の石や。これ月の石やな、見た目的にな。うわあ、何もあらへん、月の石やった。さあこれも4つありますね。うわっ、あー冷たい岩。ええこれ白、これまん丸石じゃないこれ。ちょっと違うか、違うな、白玉か、白玉でした、白玉。ちょっとだからこの赤玉とか青玉のレアな、おなんか同じ箇所にもう一発来た。うわまん丸石ちょっと見つけたいですけどね、これ。え、ちょっと待って、見て、カブトの化石、これ多分貝の化石ちゃう、甲羅の化石や、あのカブトブスとかになるやつや、これ。この初代の化石ポケモンとかもこの地下炭鉱から化石掘り当てて再生させたらゲットできるみたいな、そういうやつやったわ。リリーラとかも多分この辺から出るんちゃうかだっけ。いやーなんかおもろ、リリーラとかあのアノプスとかさ。うわー黄色のかけらだ、黄色いかけら。これ確かね、かけら持っていったら技教えてくれるおっちゃんみたいなおるんですよ、プラチナに。そのために使うやつです。
今で言ったら何やろ、鎧の孤島にあるあの鎧鉱石みたいなもんや。三つ反応、あーでも微妙やな。おいおいおい、リーフの石、え、これも化石じゃん。ちょっと待って、これ何、やべえ、発掘できた、大切りできた、できたできたよな今、根っこの化石や。これリリーラや、ユレードルになるやつな。うん、多分だから第二世代とかの化石。ポケって誰だっけ、第二世代はちょっとおらんか。ああえ、これ何、これ何、これ変な うのうのしたやつ出た。これなんや、ね、粘土、粘土か、光の粘土や。光の粘土この時代からあったんや。ん、何これ、また化石見つけた。ん、これ何、これ何、これ何、こんなポケモンおった、これなんだ、これ縦の化石かな、これ。あ、やっぱりそうや、あの縦トプスのトリデプスの剣盾には出てけへんあのやつ。うわすげえ、ここ宝の山や、えぐい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 、こん中にあるやろ、さすがにまん丸いし。え、あ、ドラゴンボールかと思ったらこれ秘密の琥珀だ。秘密の琥珀って何やったっけ、プテラかなんかやんな、蘇生できんの。うわ、あとなんかもう一個、これどさくさ紛れて出ないか。うわ、まあ、でも琥珀手に入れたから OK だよね。秘密の琥珀、紅玉2個、いいんじゃないか。あこれもう多分サラサラいわみたいな。なんかすごいの見つけた、骨見つけた、骨、これクソレアなやつじゃん、なんだか太い骨だっけこれ。あ、貴重な骨でした、確かに貴重だった。お、ちょっと待って、え、出たんじゃんこれ、これこれまん丸石やろどう見てもこれ。え、わかんない、俺の中でまん丸石かもしくは黒い鉄球なんじゃないかっていう2つの疑惑がある。え、これまん丸石ちゃう、本当に存在したってことか。え、これどっちや、黒い鉄球やったまん丸石やっぱ出ないんだ。なんとどうやらですね、2チャンネルの情報によりますと、もうこれ15年前の書き込みですよ、なんかダイパなら出るみたいな。俺ちょっと今までプラチナのハードでやってたんで、まあ、確実にこの人たちはダイヤモンドパールで出てるから、ちょっとパールのロムをこれ中古で買ったやつやんけど、これいっぱい出して今回これで検証も続行していきたいなと思います。要石が出ました、要石が、ミカルゲの石です。これが、まん丸石と同じぐらいレッドね、出にくいと言われてるものになります。はい、要石は出ました、まん丸石は出ません。探します。はい、要石2個目ぐらいです。いやもう3個目ぐらいから、まん丸石は全然出る気がないです。要石はいっぱい出ます。まん丸石は本当に出るんでしょうか。
ということで、心が折れました。はい、なので今回の検証に関してはとりあえずは僕が、まあ、できる限り頑張った限りではまん丸し出ないという結果でございました。まあなんというかですね、この撮影を始めたのが今年の1月ぐらいからもうずっと撮ってて、でまあ動画で撮ってるのもなんかもうしんどいから、もう毎晩寝る前とかに眠くなるまでひたすらこの DS 開いてこの地下探掘でこのポチポチしながら化石掘るっていう作業を繰り返してて、まあこれでまん丸し出たら眠気吹っ飛ぶんやろうなって思いながら、まあ毎日期待しながら掘ってたんですけど、結局出ることなくて、金目石とかやったら腐ろう出てんけどな。で世間では気がつけばもうダイヤモンドパールのリメイクが発表されてしまったんですよね。っていうのでちょっとこのタイミングで一回自分なりの結論出そうかなっていうので、ちょっと今回動画を出しました。でこれね、もう本当はもう期待の話すると、生配信とかでこっそりちょっとお前らダイパでさ、まあ、地下通路でまんまるし出たやつ教えてくれみたいな感じで情報提供を募ったりもしたんですけども、そういうメールが来ることがいつもなかったんですよ。なんか2チャンネルの書き込みとかでもいろんな見たけどさ、出してる人は確かにおんねんけど、なんかと間違えたんちゃうのっていう、まあわかんない。でもこの動画見て改めてこの情報がなんかそのダイパーとかに感謝の人にその触れて出ましたって人もしおったらさ、メールでなんかスクショかなんかこっそりこっそり教えてくれ。はい、もうちょっと僕はダイパーリメイクの発表を機に糸が切れました。はい、プツンと切れた。まあなんというかもう悪魔の証明のような話になってしまいましたが、まあ、出ないと確信確実に言うことはできませんが、僕がやった以上では今回結論としては出ないと、はい、いう結果でした。ただ本当は出るかもしれません。というか僕の中でもまだ出るんじゃないかっていう半信半疑であるけど、絶対に出ないとは言い切れない自分がいます。なのでもし出したかった方、メールでこっそり教えてください。モコでした。はい。